こんにちは、ハロウィンとフェスです。今日もマックス村にドッキリ仕掛けていきましょう。ありがとうございます。今日のドッキリなんですけども、はい、村井さんってこの世界一のバリスタ、はい、よく飲んでるじゃないですか。今日も自分の席で飲んでるわけですよ。で、今まで世界一のバリスタを飲んでなかったので、このドッキリ始めるにあたって100本貼った動画もう公開されてると思うんですけど、やったじゃないですか。自分のね、お席の後ろに4箱ぐらい我々が買ってあげたコーヒーが置かれてるわけですよ。で、常温なんですよ。常温で後ろから取って開けてあの人飲んでるんですよ。コーヒーって常温じゃない方が良くないですか？キンキンの方がいいでしょ。で、冷たいか、まあ、もしくは真冬だったらホットかのどっちかじゃないですか。確かにね。で、今日、まあ、ぶっちゃけ11月とはいえ25度を超えて26度くらいで若干暑いんですよ今日、うん、やっぱ冷えてた方がいいじゃないですか。そりゃそうだ。なので村井さんが飲む用のコーヒーを冷凍庫で凍らせてきました。あやりすぎ。今もう3時になろうとしてるんですけど、朝の10時ぐらいから冷凍庫にぶち込みましてスタンバってますんで、きっとキンキンにもカチコチに凍ってることなんです。仕掛ける直前に、うん、冷凍庫さんからもう出して村井さんの机に仕掛けて、うん、その反応は喜んでる。これも喜んでる。キンキンじゃんっていう。そうそうそう、やっとって誰だろう、冷やしてくれたろうっていう、そういうドッキリを仕掛けていきたいと思いますけど。優しい、まあ、優しいでしょ、うん、シミュレーションしていきましょう。仕事仕事、私は仕事が大好き。あ、ちょっとトイレに行こう。ライスさんがトイレ行ったチャンス。常温ですね。この冷凍のコーヒーといただいちゃいましょう。ああ、すっきりしたな。すっきりしたから。仕事、仕事。あ、仕事をしていたら、喉が渇いてしまったぞ。コーヒー、飲みたいと思いまーす。ふん。ふっけらこれ何？姉さんが好きなコーヒーを常温からキンキンに冷えたコーヒーに切り替えました。貴様、11月なのにコーヒーを凍らせやがって。これはさすがの私も嬉しいね。ありがとう。今日ちょっと暑かったからキンキンのが飲みたいと思ってたよ。いや本当に本当にこうなるから。11月でもキンキンね、喜ぶんです。なんかその喋り方急に。キンキンのがいいんです。キンキンのがいいんだよ。こういうドッキリを仕掛けていきましょう。うん、さあ行くぞ。はい、ということでちょっと冷凍庫、こちらのアップバムさんの給湯室です。はい、そして冷蔵庫、冷凍庫です。はい、おーおーおースタンバってますね。スタンバってます。いつでもいいぞと。そうです、俺はいつでもいいぞと。あ、もう赤調子です。あ、寒いのがキンキンですね。はい、このキンキンのコーヒーを、はい、マックス村井のデスクのコーヒーと入れ替えたいと思います。ターゲットが席を立つのを待ちましょう。はい、まだちょっと、はい、そうですね、はい、一番キンキンが喜ぶんだ。そうだ、そうです。
はいはいはい。了解です。出てこいよ。キンキンに冷えてる。おお。特急ですよ、村井さん。超冷たかった。凍らしておきました。でしょうね。いつもコーヒーどっから取ってます？まあそう。今のここですよね。いつもというか、はい、今の現時点ではそこ。ここですよね。はい、ここからちょっとこれ、はい、持ってください。ぬるい。ぬるいじゃないですか。ぬるい。常温じゃないですか。常温。コーヒーってやっぱ常温で飲むもんじゃないと思うんですよ。そうですね。そうですよね。はい。もう、あったかいか冷たいかのどっちかです。どっちかですよね。どっちかだと思います。で、今日、26度なんですよ。そんなに暑いの今日。今日暑いんですよ。はい。で、半袖じゃないですか。はい。で、私、短パンなんですよね。もうやっぱ、冷やしといた方がいいなと思って。間違いない。もう、金凍らせてきました。金凍らせてきました。はい。あ、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 めぐみのすげえ、あ、すげえすげえ、溶けてる、ほんとだ、ちょうどいいじゃん。氷のせいだでしょ、凝縮してるもん、ほら味が来たわ。まあまあどこから出てるのこれ。わかんない。これ全体凍ってるよね。全体凍ってる。全体凍ってるのに、はい、終わらないんだけど。想像しするにバリスタの中身おそらくこうなってまして、多分どこかしらに穴が開いていて、はい、飲んだ時にツツツツツ、まあ最上位逆ですけど、ツツツツツ、ここの穴からの、この中の液体がちょっと部分的におそらく空洞がありまして、これがエンドレスで出てるとまだ出るよ。エンドレスだから。これポスターなります、なりますね。あ、なりますね。新商品のポスターにこれなります。エンドレスコーヒー。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったよという方は高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。サブチャンネルもね、我々やってるので、はい、ぜひとも概要欄からご覧になってください。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。